はい、別館です。先週に引き続いてですね、各国の男の、ナンパの仕方っていうね、はい、いうことなんですけど、やっぱりこれちょっと面白いのは、もう世界のこれ絶対見た方がいい映画は旅情っていうのがあるんですね、うん、なんとかヘップバーンだったかな、あの名優の女優さんですけど、ね、オードリーじゃないなんとかですよね、中年の女、これ大変名は旅情っていうね、はい、ベニスにね、まあ、恋に敗れた、まあ、中年の女性が、はい、一人でベニスに来るとそこで出会う、ね、でそれも女房持ちの男でね、うん、で本当に素敵な切ない恋をする、で有名な映画、その最後に汽車に乗ってもうすごい辛い思いで男がやってきてね、こうやって こういう花を持ってね、ホームを柱を渡そうと思って、あ近づいてくる、ああっつってね、届くからってところで届かないけど、最後こう本当にありがとうって感じのね、で別れていくっていうね、っていうような、なかなかこれはもう本当に女性が旅行に行った時一番まあ理想的な映画っていうのかな、これは映画で見た方がいいですよ。みんな、なんとかヘップバーンだったよ、オードリー・ヘップバーンじゃないですからね、なんとかキャサリン・ヘップバーンだね、なかなかそのね、中年の女性、まあのね、そういう孤独や寂しさやね、それから喜びやね、ああいうのが人生っていうのはこういうもんだねって、映画っていいねって感じはすると思いますから、ちょっとこう、楽しい気持ち、しんみりしたね、とてもいい感じの知的なね、でもとてもいい話ですから、ぜひ見てください、はい、これは本当に世界の名画の名作の一つで、生涯の中で見てってもいい映画の一つだと思いますけどね、最近若い人はあんまり、だいぶ前の映画だからね、キャサリン・ヘップバーンってあんまり知らないでしょ。あ、でも聞いたことある、あります、うん、はい、アカデミー賞取った女優賞ね、取った有名な女優さんですけど、まあというようなことで、はい、そんな立派な恋をしたかどうかは私はこの二人には知りませんけど、はい、どうですか、まずこの間トルコまでやったよね、イタリア、ね、何でか、うん、イタリア、インド、インドはすごいっていうのびっくりしたね、インドは皆さんなんか自信を持っているっていうぐらい、ね、すごいですよね、そんな自信があるやつはインド人が多い、インド人もびっくりってのは聞いたことあるけど、営業研修とかに日本人のなんかこう、うん、社員たちは行くといいと思いますよね、うん、すごくセールスがうまいというか、うんうん、すごいうまいですよ、口が、それはね、インド商人はね、それは有名なんですよ、だってインドの街に中華街がない、うん、チャイナタウンがないってことは、うん、それ以上にしたたかなインド商人、うん、ということでね、うん、頭いいしね、彼らはね、めげないし、めげない、めげない心、めげないですよね、これですよ、皆さん、恋の極意はめげない心、はい、捨てられても踏まれても、はい、ね、突き飛ばされても、はい、それでもストーカーになっちゃいけませんからね人もそういう時は諦めるんだけど、はい、次に向かってね、明日に向かって打てという、うん、であと根拠のない自信いいですね、それありますね、そういう男が最後はね、これ心理学から言うと、ね、本当に何度も何度も何度もやって最後にっていうのはあるんです、ほっていうところがありますから、皆さんね、皆さんがまあでもストーカーになっちゃいけませんからもう諦めはいいところで、ね、新しい、ね、出会いを求めてね、行ってもらいたいですけど、さあインドからどこ行きますかね、今度はね、そうですね、まあ、東南アジア系で行ってますか、それともヨーロッパ系のいいですか、ヨーロッパっていうとね、フランスでしたかね、フランスまたフランスの地下鉄を乗っていると、うん、なぜかこうボトルのままこうワインを持ってる方結構多いんですよね、なぜかで、 あとお花もこう紙とか包んでるんじゃなくてそのままわしづかみ、そういうことやるなーってボトルなんか持ってどう今日一杯一緒にって言われてかっこよくやられるとちょっとググってくるかもね、まあ結構素敵な方多いですよね、そういや、なんかあったんじゃないか、いえいえいえいやでも、はい、フランスパン持ってるよりはワイン持ってた方がいいよな、やっぱり、でもフランスパンも心ごと持ってさ、ワインと一本でチーズを持ってポケットから出したりして、はい、フランスね、はい、フランスの、うん、フランスの最初のとぼけ方じゃない、はい、ナンパの仕方は何だした、
まあ、フランスの方も、まあ、今日は何しているのとか、うん、何して、まあ、何しているのってこう、うん、さらっと声かけてきて、うん、で、あ、日本人なの、あ、うん、日本行ったことあるって、うん、まずそれだね、みんなね、で日本人親切だった、とてもみんな素敵だっていい印象を持ってます、あなたもそうですかとか言ってね、あと浮世絵の、そんな枕絵のこと言ってる、そう、いや浮世絵のあのなんていうあの写真、写真じゃなくて絵 の, 絵 の, 絵の、はい、富士山の絵と か, とか、そうですね、あの絵のこととかも北斎とかね、そうですね、北斎の絵のこととかいろいろ話してきますよね、何でも話したの、あなた映画好きだもんね、すごいね、ああそうですけど、うん、美術館って結構声かけられるんですよ、ああそうか、一人でこうやってぼーっと見てると、ああそうか、このゴッホの絵は背中で待ってたりして来た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 ってそんなことないのか、いやいやいや、ね、結構美術館って多いですよね、あ、うん、そうなんですか、美術館で声かけられる、いや全然なかったですなんですよいやもう絵に集中しすぎてたのかもしれないですけど、いやもしかしたら兄さんはね、あの絵を見るふりをしながらこうオーラを後ろに、あ、そうですかね、来て来てっつってサンタモニカってそういう感じでっていうじゃないのか、いや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 、いやでも本当にそういうのは気軽に声かけてくるよね、フランスはね、そうですね、あのちなみにですね、こうちょっとあまりこう品のない話ですけど、世界で一番あのセックスをするのがギリシャ人とフランス人と、あの本当にギリシャ人はほとんどね週5日と、それからフランス人は最低でも3回というね、あの週ね、というような形の、愛の営みをする世界でも最もそっちのところでね長けた人たちという噂がありますけど、日本人は全然最高最下層ランクというねいうことらしいですけどね、はい、というようなことであんまり回数言わないようにしましょうね、というようなことなんですけども、はい、さあその、ギリシャはどうでした、行ったことある、あ、ギリシャは行きました、行きました、はい、ギリシャも来ましたか、そうですね、ソクラテスを知ってますか、あなたですね、でもギリシャの方もなんかお顔が綺麗な方とか多いですよね、みんなどこでもいいと思ってたそうでもないね、いやでもね、あのギリシャはね、そう、まあ、でも今のギリシャ人と昔のねソクラテスの時代は違うから、あのソクラテスはだってソクラテスが愛した妻はクサンチッペってね、とんでもないやつって言いますから、ね、でも本当にギリシャ人愛したのは同性愛だからね、アルクビアデスというね、あのこれ有名なソクラテスのね台本の中にあるんだけど、あの有名な話で、人間というのはね、あの魂と、ね、肉体が違うと、で他のやつはみんなあなたの美容に惚れてるけど、私は魂をやってるから愛してるのは私だけだとかいう、こういう論理をどうするかとかね、土屋さんというなんか哲学教授の面白いエッセイであったけどね、ギリシャ人もそういうね、さあそういうギリシャ人はどういう、また同じパターンは、ギリシャ行ってないです、ないんですか、ギリシャ行ったことある、いや私その多分ミンさんみたいな優雅な旅をしてないんですよ、綺麗な格好して綺麗なその必死、いつも私もバックパッカーで、あの、なんかもっと貧乏学生みたいな感じで回っているので、そういうロマンス的な感じに、でもじゃあ例えば、あのよくそういう 安宿っちゃ悪いけどさ、はいはい、そういうところでいうとみんな結構外国人とかさ、泊まれるのみんな、まあ、日本でいうとなんか昔でいうユースホステルとかさ、はいはい、こうみんな外国人が ね、やって夜みんな集まってさ、そういうざっくばらんな出会いってのありますよね、あるでしょ、あった、そうですね、結構たくさんありそうだね、いや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 、でも久美ちゃん、結構ありますよね、そういう、あの皆さんこう集まるっていうので、バックパッカーの皆さん集まるといろんなお話をしたりとかで、はいはい、そうですね、あの例えばあのエジプトとかちょっとイスラム圏のところっていうのは、意外とそのあれですよ、プロポーズが、あ、プロポーズしちゃうのすぐに、3言目ぐらいにプロポーズですよね、結婚しないかって、あの名前はどっから来たの、結婚しようみたいなお前らよくない、それジョークがもうなんか挨拶なのかなってだん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 、すごいね、その三段論法じゃないけどさただまあ日本人の女性はそういう風に、
なりがちだと。なるほど、はい、聞きました。落ちやすいというそういう噂もありますけどもね、はい、そのちょっとそこら辺からイスラム圏はあとは行ったことありますか。私はイスラム圏はそちらはあとなんかモロッコもやっぱりちょっとエジプトと似たような感じで、ものすごい気さくにウェルカムっていうことから始まって、でどっから来たの、うちおいでよとか、結婚しようって、結婚しよう、結婚しよう、あのママを紹介するよって言われるんだよね。そう、そういう言い方もあるんだ、安心させるためにね。そうですね、なるほど、みんなあの手をか、ね、あの手この手の、ね、シアンを見ないという歌ありましたけど、はい、そうですか、はい、中東からですね、はい、アフリカ系は行ったことない？エジプトもアフリカだけど ね、 ですね。エジプトはないですか？エジプトないです、私は。あ、います、あります。同じパターン、エジプト。そうですね、やっぱアラブ系みんなそうなんだね、やっぱりね。でちょっとあんまり面白くないから、じゃああっちの、はい、東南アジアはどうですか？タイ、東南アジア、タイ、あ、タイの方も結構積極的ですよね。あったかいところの方ってやっぱり開放的っていうか、こうおおらかですよね、すごい。そうか、ヤッホーって感じの。でも、そのおおらかと捉えてくれるのが向こうは嬉しいんだよ ね。単なるスケベのね、あのあの口説き魔って偉いもんね。うん、なるほどね。そっちはどうでしたか？そうですね、なんかいい人と悪い人といろいろやっぱりいるじゃないですか。で常にこう疑いの目を持って接するんですけど、あの悪い人って大体、あのここは悪いやつがいっぱいいるから僕は大丈夫だから信用してくれみたいなことを言うんですよね。ね、はい、あ、それでも本当に結構、皆さん覚えておいてもいいかもわかんないですよ。そういうやつそうなんだよね。はい、あの、あ、そういう人に限ってなんかあの悪意があるんですよ、悪意が。そうだね、みんな俺は危ないから何か下心がある、うん、そうそう、危ないからちょっとな、俺は大丈夫だからなんか守るよとか言ってね、はい、そうなんです、そうなんです、うん、この辺ギャングが多いからとか、うん、僕は大丈夫って信じてとか、おめえが一番危ないって言ってね、言ってる本人が一番危ないということを学びました。そういう意味で言うと、はい、ちょっとビクッと怖い目があったことある？いや、これちょっと危なかったなとかいうのは、旅先でね。でそれは別に口説きの危なさじゃなくてもいいんだけど、あの私電車なんですけど、急に空いてるのに満員電車になるんですよ。っていうのは人に囲まれるんです。で、なんか急に満員電車になったと思ったら、もうカバン持っていこうっていう、あ、そういう、あ、それは聞いたことあるな。そのグループがもう巧妙で、ね、びっくりしちゃって、こうこんな風になってると、どん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 ね、そう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 、とか囲んで見えないようにしてね、アンケート答えてっていうと、もう嫌だからこう手を挙げてると、カバンがもうこの辺空いてるんで、もうこのボードでこの辺を押さえて、もう強盗じゃない、ほとんどね。本当にそうですよ、もう周りの人がいようがいないが、もうすごいですね。はっきり言うと国はどこでした？ヨーロッパ、パリとかやっぱり多かったですね。フランスはね、多いからね。フランスは多いですね。あのオルリ空港っていうのはすごい、その荷物が、あ、預けた荷物がなくなるとかね、事故が結構多いっていうの聞いたことあるね。そちらはどうでした？ヒヤッとしたのは。私はやっぱりそのタクシーの運転手さんとかも、信用できない方がやっぱりいて、それはちょっと怖いよな。いや怖いです。どこ連れてかれるか分かんないよね。はい、でホテル、何々ホテルって言って、着いて、で自分も泊まろうとするって、部屋に入ってくるっていう人もいましたね。なんか手伝いしてかぶんとか、もう時間が遅いからとか。え、意味が分からない。なんで、なんでしかもこの部屋に泊まるのっていう。そう、ちなみに案内をするからってこう聞いて、ボーイがいるはずは、いなくてもいいけど、でもあれ、その国はちなみにはっきり言ってどこでした？それはですね、あのモロッコからスペインに渡った時なので、本当にスペインの、あの、ま、モロッコと国境沿いのところですね。国境沿いってやっぱりちょっと治安が悪いので、まあそうだね、そっちすごいね。ちょっと映画のシナリオとかなりそうだね。いやいやいやつってさ、ね、あの、はい、ご苦労さんでした。すごい。はい、じゃあ、はい、荷物下ろしますねつって、でそのままついてきて、今日は夜遅いから。もう遅いから。ね、あの宿の、あのオーナーさんにも、やっぱり自分がこの宿を紹介したみたいな。ちょっとマージンをくれみたいな感じの、それも取りに行くんだ。現地の言葉でこう私が分からないようにこう、うまく話してるような感じですね。はい、まあ、そういう意味で皆さん、世界は腹黒いっていう、ね、
それから危ないぞっていうのも、ね、本当に、ね、本当に楽しい旅行もあるけどね、うん、そういうところもあることを、はい、今日は、旅慣れたね、はい、2人にまた今度またどうせ行くとき、はい、2人旅で来るんだからね、旅の話の中でなんか面白いね、はい、参考になる話をまた聞きたいと思います。はい、どうもありがとう。ありがとうございました。